泉町西大泉町は東京都練馬区の町名。住居表示未実施。現行では1179番地のみ存在する。郵便番号は178-0066。面積は0.002平方キロメートル。東京都練馬区の西部に位置する地域。下駄を逆さまにしたような形をしている。面積、人口ともに練馬区で最も小さく。 東西南北を埼玉県新座市片山3丁目に囲まれた飛び地である。練馬区本体からは100メートルほど離れている。かつては練馬区本体側も西大泉町となっていたが、住居表示の実施により西大泉1.24.5、6丁目の全域、西大泉3丁目の大部分、南大泉5丁目、6丁目の各一部、大泉学園町2丁目、 5丁目の各一部となり、飛び地部分のみが住居表示未実施で残っている。2000年代まで町の南側は畑であったが、2015年に宅地化した。西大泉町1179番地が埼玉県新座市辺山3丁目の中に飛び地となって存在している。飛び地になった理由は、明治時代の土地所有者が、 東京の人だったからという伝聞が残されているが、詳細は不明。1974年になり、開発業者が農地を宅地化する際、飛び地であることが表面化。ネリーマクは、上水道やゴミ収集、教育などのサービスを、飛び地の住宅に提供することが困難であると判断。西大泉町を新座市へ編入する方向で調整して同年中に、自治体間の合意がなされたが、 住民全員の合意を得られていないため、新座市への編入は未実施である。住民が反対する理由として、不動産の価値が上げられる。2009年の工事地価を見ると、練馬区西大泉は一坪80の83万円で、あるが新座市片山は56万円と大きな差がある。完成な住宅地の一角だけが飛び地であり、 一見すると、東京都であるとわかりにくいが、練馬区と書かれた消火器があり、東京都であることを確認できる。また、新座市側にある自治会の看板には、各個の住民の名を記載しているが、西大泉町の部分は、東京都とだけ記されている。新座市民の中には、一角だけが自治会も異なるのは不自然であり、飛び地を解消すべきと考える人もいる。 2021年6月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。1891年まで、この付近一帯は埼玉県新座郡、暮京村の一部だった。昭和30年代まで一帯は山林であった。飛び地が生じた経緯については、練馬区も新座市も把握しておらず。 1974年に住宅が建つまでその存在すら把握していなかった。飛び地になった理由として次のような説がある。江戸時代の神殿開発と明治以降の市町村合併が原因ではないか。大名領地が点在していたためその一部が残ってしまった。練馬区内の農家が手作りしていた農地だった不動産業者が埼玉県新座市を 東京と練馬区と勘違いして申請し、そのまま通ってしまった。この説が正しいとすると、練馬区の不手際になることもあり、練馬区としてはこの説を公式には認めていない。宅地化した当初は6件だったが、2015年の春頃に畑だった土地に住宅が立ち、人口が増加した。2020年3月23日に、新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、 東京都知事の小池由里子が東京のロックダウンの可能性を示唆したことから西尾泉町がどうなるのかというツイッターの投稿が注目を集めた。同年9月11日には市川社屋が飛び地をテーマとしたコラムの中で西尾泉町に言及した。板橋区成立時の町名解消は以下の通り。西尾泉町の住民は練馬区に住民税を納め、ゴミ収集は 練馬区が担当し、小中学校の通学区域も練馬区で、自動車のナンバープレートは練馬ナンバーである。郵便番号は178-0066で、大泉郵便局が集配を担当する。衆議院議員総選挙の選挙区は、東京都第9区となり、第57投票所、大泉第4小学校へ投票に行くことになる。一方、上下水道は、 新座市が供給し、電気は東京電力、パワーグリッド、埼玉支店式社の管轄である。飛び地であることに、住民は、不便を感じていない。最寄り駅は、練馬区内でも新座市内でもなく、西東京市にある西部池袋線放屋駅である。2015年の国勢調査によると、全住民11人が、従業も通学もしていない。 2014年の経済センサスによると、事業所数は1事業所、従業者数は3人である。西大泉町は、東日本電信電話東京大泉、収容局のカバーエリアであり、市外局番は03である。以前は、埼玉県側の048を使用していた。週刊ポストは不動産業者の話として、住民が行政と交渉し、03になったという話を、 紹介している注釈出典、ありがとうございます。